最近なんか見た？ビッグリトルファーム。あー、あの牧場作るやつ？牧場作る映画だと思うでしょ？でもね、違う。もっと大きなテーマがあるの、あの映画には。ベースはこの夫婦がアメリカのど田舎を開拓して理想郷を作るって話なんだけど、映画のメッセージは全ての生き物には役割があり存在意義があるってことなのよ。いやは深い。そうなんだ。でもね、全然説教臭くないの、ね、いろんな生き物が出てきて絡み合ってドラマが生まれてさ、これが超感動的なのよ。ベイブじゃないけど犬と羊の物語があったり、豚と鶏のラブストーリーがあったり、もう動物たちの群像劇だよね。ほとんどマグノリア、アニマルマグノリア。ほとんど、特に豚のエマのエピソードがいいのよ。もう本当に鶏のグリシーとのね、言葉が通じないはずなのにさ、お互い寄り添っていい関係になっていくのよ。なんで違う種類の動物なのにあんな関係になれんだろう。すごいよね、でかいよね、動物の懐ってさ。それに比べて人間ってやつはさ。でもそこよね、この映画のスマートなところは、開拓した夫婦の苦労より自然といい関係になっていく動物たち植物たちにフォーカスを合わせたところ。害虫やコヨーテから人間がファームを守る話じゃなくて、動物たちが動物たちのやり方でハーモニーを作り上げていくところだから、無理なく感動できるし、改めて動物って自然ってすごいって思えるのよ。そうなんだ。あ、エマよかったわ。頼むわ人間。